さあ、それは鳥取のスタメンです。予想フォーメーション、ゴールキーパーは13番の田尻、フォーバック予想です。右から石田、鈴木、石井、杉井、早前節 J 初ゴールを決めたボランチの瀬瀬が入って26番、6番の新井が相方です。右には秋山、左はカニ、そして中央に石川、今日はミッドフィルダー登録の石川です。ワントップは田口、4231を予想しています。それではアウェー福島の予想フォーメーションです。こちら3バック予想です。ゴールキーパーベテランの山本、3バック右から福島、堂花、鎌田、そして中盤はボランチに上畑と鎌田博夢、ライトバック田中、レフトバック池高です。そしてワントップイスマイラ、ツーシャドウ脇は11番の幸恵と40番の樋口博樹です。右なら鎌田、左なら田中、鎌田の右足シュートは非常に可能性を感じるシュートでした。鎌田博夢です。勝負の年ですと言葉少なに語っています。瀬瀬博人、さあロングスロー、手前でシュートいけるか、足で今田尻がなんとかストップ、瞬間にまたは閉じました。堂花も177センチ、27番です。イスマイラが中央、その手前です。セカンド、ここです。上畑シュートが右に抜けていきました。この人の左足です。振ってきました。イスマイラが前を向く、鎌田博夢追い越す動き、中にスルスルと入ってきた、懐打てるか、樋口、浮き玉のパス、イスマイラシュート、非常に反応が早かったイスマイラ。イスマイラの右足、今のプレー、ケタカの浮き玉のパス、ここから26歳のプレイヤーです。非常にフィジカルも強い、ハードなプレーも得意な秋山大地、ヘッド、さあトカチ、トカチの右足、トカチの右足、一瞬のプレーでしたが繊細なこの右足狙っていきました。キャプテンカニは左のサイドで張ってよくプレーをしています。さあここイスマイラ、ボールが出た、ミスから中央だ、フリー、トカチフリー、トカチ左足止めた、シュートストップ、タジがシュートストップ、まだのセカンドチャンスはシュート、トカチこぼれ球、セカンドチャンスから福島、イスマイラが時間を作ってフリー、トカチ一度はここシュートストップ、ただ弾いたところもう一回自分でキープして右足を振ってきました、サイドネット、いやこれは技も見せました。トカチ時間を作って右足です。いやここはキーパーの田尻としてはポジショニングもありますが、ノーチャンスか、ただその前にディフェンスも行きたかった。今日勝てば2ヶ月ぶり、実に鎌田博夢が俊足を飛ばして上げていく、橋本、イスマイラ斜めの走り、イスマイラシュート、迫力があります。イスマイラのパワーシュート、今グーンとこう伸びていきました。イスマイラここからです。右は石田が高い位置を取っています。さあ中央、長島スルーパス、石川のシュート、長島から元岐阜コンビ、左足ミートはしたんですが、ボールをキープして谷尾、前を向く原田、ボールを持つ原田、中央から広げて杉井、中を通す、来た原田、キーパー正面でした、山本海斗、キーパー止める、田尻が上がってふわっと浮き玉の田尻、ヘディングつなげるか、シュート打てるか、シュートで終われるか、福島クリア、ここで試合終了、鳥取打ち切れず、十勝のゴールで0対1、アウェーの福島が勝利しました。